北斗がごとく、前回の追加からプレイしていきましょう。やっぱりあなたが挑戦者なのね。キサナから話は聞いてるわ。お前は囚人闘技にいた。ナイトクラブの支配人をしているライラ、よろしく。この人が一番見た目好きかもしれん。お前に決闘の申し込みをするよう貴様に言われたんだが。ああ。ええ。決闘もあなたが前優勝した囚人闘技と同様、町の住人たちの賭けの対象になってるの。観客がいるということか。あのレイって色男の決闘の申し入れをキサナが承諾した時点で、あなたたちの戦いは公開裁判になったの。当然、裁判だから裁判官と傍聴には必要でしょ。つまり、町の住人たちが戦いを見届ける役割を担ってるってわけ。都合のいい解釈というやつだな。否定しないわ。この町の人間たちはみんな、闘技賞を心待ちにしてんのよ。強軍の侵攻で町がめちゃくちゃになった、こんな時でもね。あなた、本当にあの色男の妹をさらったの？それを、いや、否定してくれ。それを聞くのはヤバだったわね。それが真実かどうか決めるために今から戦うんだから。ライラ、一つ聞きたい。このエデンでユリアという女の名を聞いたことは？あら、あなたもレイって男と同じ、愛しの女性を探す一人ってわけね。残念だけど聞いたことはないわね。期待に添えなくてごめんなさい。そうか。念のため、ナイトクラブの女の子たちに当たってみるわ。詳しく話を聞けば、何か知ってる子も見つかるかもしれないし。もっともあなたが生きて、ここに戻って来られたのは話なんだけど。奴の妹、アイリという娘についても聞いておいてくれ。どうした？ああ、ごめんなさい。笑っちゃって、ついおかしくて。誘拐した張本人なら、そんな質問しないだろうと思ってね。おお、もらった。あ、いいなあ、この目。コロセウムへ向かえ。行くか？こっちこっちって呼ばれたけど。ああ、別になんかできるわけじゃないんだ。まあ、こんなことをしてる場合じゃないよな。よし。戦いに来たよ。こちらはコロセウムの受付になります。ケンシロウさんですね。決闘の件伺っております。早速中に入られますか。やろう。ああ、決闘を受ける。承知しました。それでは中へどうぞ。日中じゃなくていいんだ。夜ちょっと見づらいんじゃないの。大丈夫。始まりますな。北斗神拳と南斗聖拳の戦いが。李白さん、あのレイという方が使う南斗聖拳とは一体？天空に二つの極星あり、それすなわち北斗と南斗。計楽飛行をつき、内部からの破壊を極意とする北斗神拳を陰とするならば、外部から突き入れ全てを破壊する南斗聖拳は陽。その南斗聖拳の中でも最も華麗な技を持つ男、なんと水長拳のレイ。この戦いは壮絶なものになるでしょうな。むごいことをするものです。何のことでしょう。レイさんに胸に七つの傷がある男がエデンにいることを教え、彼がエデンに来るよう仕向けたのはあなたなのでしょう。え、
ユリアさんの従者であるはずのあなたたちにとって、あ、やっぱそうだよね。ケシロウはなんと憎むべき存在なのですか。五社生だっけ。そうだよね。いずれわかります。貴様が北斗神拳の男か。名は何という。ケンシロウ。俺はなんと水長拳のレイ。これが何かわかるか。めっちゃ血ついてるな。最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの帰り、お前のせいじゃねえか。汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ。いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、アマツさえ幸せをやっとつかもうとしたアイリーを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が生き絶える前に北斗神拳を使う、胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろケンシロウ。貴様がアイリーをさらったのか。知らん。俺ではない。お前はそう言うだ。だがな、その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手。もはや言い逃れはできんぞ。まあなあ、一子相伝だしな。どうやら何を言っても無駄なようだな。普通はそう思うんだよな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。かっこいい。俺はお前を倒さねばならん。よし、やろう。危な、当たった。いっと。はいはいはい。オラやった。はい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 。ちょっと早くない？はい。なんだ、危ない。はい、危ない。よいしょ。はい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 。痛い痛い。ちょっと強いなレイ。はい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 。ちょ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 、はい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 。ちょ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 、早い。シャオじゃないよ。はいはいはい。ちょっとちょっとちょ、はいはいはい。シャオ、はい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 。
はい。あんだけラッシュ中にさ、返せんのすごいよな。痛い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 。やばい。危ない。はいはい。よいしょ。はいはい。よいしょ。あ、QT 行きそう。あ、おいおい。はい。よし、めっちゃダメージいったな。そんないく？はい。行くぞ、ケンシロウ。またさっきと一緒な感じか。水晶剣奥義、飛翔破壊。はい。強すぎる。痛い。シャオ。はいはい。あ、使えない。ここぞというとこなのに。ちょい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 。はい。やばい。はいはいはい。はい。オーケもかっこいいんだよな。アイリはどこだ。お前が吐くまで絶対に諦める。もうやめろ。いえ、ケンシロウ。そこまでだ、レイ。ケンシロウさん、二人が戦う理由はもうありません。うるさい、そこをどけ。あの方を前にしてもまだ戦われると。何？アイリ、アイリか。なんてことだ。夢か。生きていたのか、アイリ。に、兄さん、本当に兄さんなの？アイリ、そうだ、俺だ。妹をさらっていたのは別の男だったようです。ケンシロウさんは関係ない。ケンシロウ、俺は過ぎたことだ。それよりもすまない。よかった。ユリア様が愛した男、もう間違いはなさそうですな。これで我らもようやくお役御免ですな。リハクさん、どうしてあの二人を戦わせたのです？
あの男は一度レイと同じ南都政権の使い手シンという男に負けています。そしてユリア様を奪われた。ユリア様を守りきれなかったのです。復讐は果たしたようだが、ケンシロウのもとにユリア様が戻ったとして、ユリア様をその後も守り続けられる器量があるのか、この目で確かめたかったのです。ユリア様の従者として。そうだったのですか。キサナ様、あなたにはご迷惑をおかけした。眠っているユリア様のこと、そしてケンシロウのことをお願いします。我らはエデンを出て外界の動きを探ってまいります。ユリアさんが元気になったらまた戻ってらしてください。おそらく戻らないでしょう。ユリア様が幸せである限り我らの出番はありませんから。では。ケンシロウさん、あなたはもしかするとこの時代を照らす光なのかもしれませんね。ならばあなたに私の知っているすべてをお話ししましょう。やっぱいいな、レイ。味方メンツすごいさ、魅力的なキャラが多いんだよね、北斗の拳って。最大オーバーキルっていうさ、リザルトをなかなか見ないよな。はい。ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。